とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントで裏技を教えてもらいました。ありがとうございます。皆さん、これはご存知ですか？多分知ってると思うんだけども、弓をチャージします。弓をチャージ。で、その状態の時に、弓を棒眼系に変えます。そうすると、こんな感じになりますよね。弓を撃ってる姿勢のまま、動くことができる。なんかちょっと不思議な感じになるんだよね。こういうことがありますよね。で、これに似た裏技なんだけども、アーティファクトで、これ、アップドラフトの章、これを装備してください。で、やり方は弓と同じです。アップドラフトの章を使いますと、目の前で本を広げます。この本を広げてる間、アップドラフトの書は、さらに回復すると思うんだけども、そこで、アップドラフトの書を何でもいいです。変えてください。そうすると、目の前に本がある状態で動くことができます。これずっと本があるんだよね。あ、ただし、アイテムを、アーティファクトを何か使うと、元に戻ります。まあ、キノコとか使うと、戻っちゃうんだよね。はい。で、これでね、ちょっと面白いところが、この裏技をした時に、武器が、消えちゃうのよ。今、手に武器何も持ってないでしょ。今、怒りを装備してます。で、これで攻撃をすると、こんな感じになります。怒りは持ってないんだけども、まあ、持ってる体で攻撃します。これ全武器、見えなくなるので、なんかちょっとね、不思議な、シュールな感じになってしまいます。はい。ということで、このアップドラフトの書の裏技、ぜひ一度やってみてください。ちょっとシュールな感じで面白いですよ。はい。ということで、またやってみます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。